ッドセイヤソルジャーズソウル、君は伝説の中にいる。さあどの戦いを紡ぐのか。また聖戦が始まってしまう。あなたは負けることはない。私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負け、アテナを殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手は誰であろうと、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。はいと。シュラ、一体どうしたというのか。問答無用。クリスタルウォー。覚悟。クリスタルウォー。このエクスカリバー、アテナへのシーブの当たりではなかったのか。言うことは何もない。俺の邪魔をする者は皆切って捨てるまでよ。もう一度だけ言うぞ、ムー。おとなしく我々を通し、ことを通りたくば私を殺す気はない。デスマスク、アフロディーテと戦ってなおここまで俺を手こずらせるとは。お守りしたか私の使命。ただこれを言うぞ。負けにはいかぬ。負けになる限り覚悟はできましたか。アーライト、エキスティンクション。安らかに眠りなさい、ウィナー。あなたの魂血の涙を流して慟哭するのを感じました。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が代わろう。神？なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。はいと。カーニお前までも。ムーよ、我が闘技に包まれて眠りにつくがいい。ただそれでもリューション。
これだけ。オーロラエクスキューション。カーダスのレボリューション。クリスタル王。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか。そのことだ。決して諦めるものか。砕け散らすでも。いかにお前といえども、我ら三人を全て相手にはできまい。オーロラエクスキューション。ことはない。カーダスのレボリューション。一歩も通さぬ。フリージングコース。私は自分のすべきことをするだけ。アテナに歯向かう恐ろしさを教えてやるべきことだというのか。私のことで覚悟はできましたか。オーロラエクスキューション。オーロラエクスキューション。その傷ではもはや戦えません。氷の棺で眠りにつくがいい。そこは行かない。たとえここで力すんべりしても、倒してみせる。ウィナー、あなたの魂は血の涙を流して慟哭するのを感じました。少し油断してしまいました。もういい、カミュー。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。あ、これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。カミュー、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのだ。このムーには感じられる。まさかお前たちは。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。